はい、こんばんは、竹下敦です。私の音楽に関するスタンスというか、今日までどのような道を歩んできたのかのお話をしたいと思います。今ね、私の弾いた禁じられた遊びロマンスを聞いてね、ああギターっていいな、楽しいなって思われた方もいらっしゃるでしょうし、なんだ下手くそなギターだなって思われた方もいると思います。それは当然人様々な、ね、レベルによってなんですが、私はね3歳の時から、ギターを弾いてます。で、これはね、事情がございましてね、私のおじがバイオリンの、設計および、作成をしている、鈴木バイオリンに勤めておりまして、原松夫という人物でございます。この原松夫さんはね、非常に現代のバイオリンの、形を、作り出した、まあ、偉大な人です。私のおじにあたります。そのおじにね、私はビゼがすごく好きで、ビゼの中に、メネットという曲がございまして、その中でフルートがすごく際立っていたんですね。でおじにフルートが吹きたいんだけどと申しましたところ、フルートは女性の吹く楽器で男が吹くもんじゃないと、せっかく俺がいるんだからバイオリンをやれって言われたんですね。ところがそのおじのバイオリンというのはすごく厳しくてですね、うちの母もそのバイオリンから逃げ出したんですね。そんな理由がありまして、ちょっとおじにバイオリン習うのは嫌だと申しましたと、じゃあギターがね、それかピアノを、まあ、やれと言われました。そこでたまたまですね、当時うちの父が建築家でして、結構新宿に何軒もお店を作っていたんです。でたまたま父と一緒にね、そのスペイン料理のお店に食事に行きましたところ、偶然にカウンターで食事をしていた、レイ・アルフォンソ・ショーダ氏と出会いました。奥様のショーダ・キミコさんも一緒でした。でたまたまですね、なんとなくそのご夫婦のことに子供ながら興味があって、一緒におしゃべりしながら進めれるがままにワインなんか口にしてね、これ本当は法律違反ですけどね。そうしましたところ、うちに、まあ、ギタリストなんでギター弾きに来ないかって言われて、おちょうどいいじゃないかと思って、父と母にね、あの人ギタリストらしいんだけどお世話になってもいいかなって言ったら、まあいいよということで、そこからギターを習うようになりました。でここからが多分一般の皆さんとだいぶ違うところだと思うんですが、よくインターネット上見るとね、私6時間も練習してますとかね、僕8時間も練習してるのになんで上手くならないんでしょう。それはね、上手くなりません。私はだいたいね18時間練習しています。ギターはね、来る日も3歳の時からですよ。18時間です。だいたい睡眠時間が6時間で、その睡眠時間の間以外はずっとギターを弾いています。それでいてこの程度です。恥ずかしいお話ですが、そんなもんなんです、お稽古事っていうのは。今でもね、約1日18時間練習しています。ですから私よりギターが弾けなくて皆さん当然です。そしてね、趣味で
ギターを弾かれている方はどうぞ自分のペースで、自分が弾ける一日のペースでね、ギターを弾かれているのが最もいいと思います。無理してね、そんなにたくさんの時間練習する必要はありません。私の場合はこれがお仕事ですので、好きとか嫌いとかね、そういうこと関係ないし、やらざるを得ないんです。一定のクオリティを保ってね、ギターを弾き続けないと本当に生きていけないんで、ギター好きですよ、好きですけど弾き続けます。多分僕よりギター弾いてるの多分チャーさんね、チャーさんは18時間は弾いてるのかな。で、戸越銀座でたまにお会いしますが、チャーさんも相当な時間ギター弾いてますよね、あの方は。ですが起きてる間は私朝からずっとギター弾いてるんで、約18時間、50年間です。弾いていてやっとこの程度です。ギターっていうのはね、そういう楽器です。ですからね、私が最高にうまいかっていうとそんなことはないんです。中学の時ね、近くの中学にいました。ちょっとお名前を控えさせていただきますが、その友人がね、僕にとって衝撃的だったんです。すごく簡単なリフしか弾かないんですけど、後にね、おいくつの時か忘れましたが、木村カエラさんのね楽曲を書きまして、オリコン1位は取らなかったのかな、2位かな、を取るほどの、すごく皆さんの名前ご存知だと思いますけど、すごく有名なギタリストになりました。その時にね、ショックでね、だって中学生の時の友人がそのトップクラスまで行っちゃうわけですよ。で、私はこう長年やっていても、そんなね、ソングライターにはなれない。でもその彼はね、中学の時からとても光ってました。多分ね、高校1年の時だったかな、ヤマハのね、ポップコンっていうのかな、コンテストでポッと出てみたわけですよ。で、電話がかかってきたのかけたのか忘れちゃいましたけど、どうだったって聞いたら、いや、グランプリ取っちゃったよって言うから、と思いまして、で、ついでに俺最優秀ギタリスト取っちゃったって、高校1年生でと思って、それぐらい要するにそういうことに対して長けてたんでしょうね。で、今でもすごく活躍しています。友人ですけど、尊敬できるギタリストです。じゃあ僕はと言いますと、多分遅咲きなんでしょうね。やっと今になってね、びっくりするようないいお話をいただいたり、今頃になってね、なんかドラマの主題歌とかね、そういうのに、採用してもらえるのかどうなのかまだちょっと分かりませんけど、当然のことながらね、僕が楽器をやっているってことを知らないような皆さんはね、そんなに音楽の世界は甘くないよとかって僕に教えてくれるんですけど、僕はもう3歳の時から全音出版社とかのね、お付き合いがあったんで、どれだけ厳しいかはよく分かっていて、ただそれ音楽だけで食べていくのは大変だと思ったんで、違うお仕事をね、プロのドライバーとかね、そういうのもやってきましたが、じゃ結局最終的にこの年齢になって何ができるのっていうと、やっぱりギターなんですよね。私の師匠であるレイ・アルフォンソ師匠がもう73歳になりましたけど、まだ弾いてますからね。そして私より歌もギターもいいです、魅力的です。ですからね、私は、今年で50年間1日18時間ギターを練習してもこんなもんです。ですから皆さん焦らずにね、70、80まで楽しめる、これは音楽趣味です。そういったちょっと気楽な気持ちで肩の力を抜いてね、早く上手くなろうと思ってもね、そんな早く上手くなりません。もうね、こんなに未完成な楽器でね、何かを弾こうっていうのはね、やっぱり無理なんですよ。無理を承知で
コツコツとやっていけばそのうちなんとなくだんだん。これはあのスーパーギタートリオというね、あのアルデメルやパコデルシア、ジョン・マフラクリンという3名のね、世界のスーパーギタリストが弾いているんですが、まあ、こういうのもダダン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 、弾けるのも軽く弾いてるように見えますけど、実は難しいです。皆さん真似しようと思ってもこれは真似できないです。それは何でかっていうと、50年間もギター弾いてるからです。ドゥンドゥンダンダンをドロロラッタドロロタカタドグドタカタドグドラッタドテトツタタタタタスタタタスタタタタタタっていうのは普通に1234ってリズムを刻んでいたのでは永久にできないんで、1234223432341234を123223423と分解の上げていくんですね。で結局それの連続でこういったことができるようになるのであって、普通にはね一番楽しいのはやっぱロックンロールじゃないかと思います。楽しいことをやるのが一番だと思います。そうしていくうちに次にこういうことがやりたいとかね、ああいうことがやりたいっていうことが出てくると思います。ギターはねとっても楽しい楽器です。ぜひね、皆さん楽しんで、そんなに上手くなりませんから、すぐに私が証明してるでしょ。50年弾いてもこんなもんです。ですからね、皆さんのんびりとゆっくりと楽しくね、上手くなんないなと思ったらお休みしてもよし、無理して続けてもよし、気楽に楽しんでいきましょう。それではね、また次の動画でお会いしましょう。 See you soon です。